こんばんは。こんばんは。おー、またゆかちゃんの誕生日が来ましたんですね。どうですか、気持ちは？あんまり実感がまだ湧いてません。まだしない？私はすごいするよ。まあ、誕生日の2日前だけど、予想できるやつがありますか？何個かありますか？何個かあります。そうですか。じゃあ、なんか1個目言ってください。言っちゃっていいの？いいよいいよ、とりあえず言ってみて。いいの？いいよいいよ、こういい感じのあれだと思うよ。あ、いいよ。1個目は、なんでなんでなんで。1個目は、はい、その19か20の日に、はい、それ買おうって言って、ああっていうの、あのわっちゃんっていうね、あのすーちゃんの親友が来るんですよ、はい、なのできっと、はい、ペンションをその人にお願いして、はい、私たちが19、20とか行くんじゃないかなと思って、で1個目の予想はソウルだったらミューシャンワルツとかあれか、トンデムンが一番仕事させられるか、どっちかかなって思ってます。じゃあ2個目は、2個目はプサンかなって。2つ目はね、これか、3つ目はチェジュ島の中かなって思って。でなんか嫌そうやな。チェジュ島の中やったらちょっと嫌そうでしたね。チェジュ島の中だったら、あのあれかな、多分話してたのは、うん、パラグライディング合ってんのか。何何何、じゃあじゃあ、そう、なんかパラグライディングかなって言ってんのは、なんか天気が悪いとキャンセルらしいんですよ、皆さん。すんちゃんがね、予約してたなんか、ものが天気が悪いとキャンセルになって、長いからお前話で。だから3個目は、まあ、チェジュの中で、とかのホテルでパラグライディングとか、あ、チェジュの中なの、ウォーターパックかな。結構いい線いってると思うのね、今回のあの予想は。だからあんまり言ってあげたくなかったんだけど、でもでもなんか聞きたかった、言ってっていうか、うん、それがぶっ飛んでるのもある、予想でぶっ飛んでるのは海外。でも多分無理だと思う。皆さん聞きましたか？海外って言います、この子も。もうやりすぎですね。じゃあ、あの誕生日の前の気持ちはどうですか？これはまだなんか誕生日感がなくて、まあもちろん今日18だから2日前だから分かんない、まだなんかすんちゃんはそわそわしてるなって思ってて、それ見てんの楽しい。すんちゃんのいじめんの楽しいですか？うん。いつからこんなになったんですか、誕生日って。分かんない。じゃあ1個目はソウル、2個目はプサン、3個目はチェジュですね。一応ね。4個目は海外、うん、お前はほんま。海外って言っても、何期待してんじゃねえぞ。そんなん言うねえよ。期待してない。はい、じゃあまあ一応誕生日の前のインタビューはここまでです。わかりました、はい、また誕生日を楽しんでください。また次の私の誕生日を待っててください、皆さん。みんなにもうあのコメントで、来年の2月のすんちゃんの誕生日のバスデーアイディア募集してます。バイバイ。3、2、1、ピッ。こんにちは。はい、こんにちは。こんばんは。こんばんは。TikTok やってるんですか？こんばんは。あの、名前なんですか？私は、イーズンホンです。すんこちゃんですか？はい。はい。何挨拶して？あ、こんにちは。すんちゃんです。なんでそんなに緊張してるんですか？いや、まあまたあのゆかの誕生日でお金いっぱい使う日が来たんですから、ちょっと緊張します。はい、どてますか？ゆかりちゃんの誕生日は楽しみですか？いやいやいや、楽しみじゃないです。今辛い辛い。もうなんかいつだろう、6月、うん、くらいからもう準備したの？準備したっていうか、もう気も悪くなって、まあ、いつからこんなに誕生日がこちらに大きいイベントになったかわかんないけど、まあ、6月から準備してて、すごい、まあ、準備してっていうか、まあ、ちょっと考えて決めるのは、うん、まあ、6月だね、でも6月に決めたけど、まあまあこれぐらいしなきゃね。あとね、8月ってなんか結構なんていうか、みんな休みの日だから、もう本当にね大変だった。はい、そうか、そうシーズンだしね。シーズンだから、私の床のイベントを楽しんでください。はい。
ありがとう。最後に一言。助けてください。助けてください。じゃあヒントください。ヒント。ヒントじゃねえよ。飛ぶ。飛ぶよ。飛ぶ。飛ぶし。合ってるかも。リズもあるし。全部あります。やば。当たってるじゃん。わかんねえよそれは。よく当たってるじゃん。当ってねえよ、まだわかんないよ。まだわかんないって。今日が18日です。明日が19。また誕生日じゃないんです。でいつからなんかゆかの誕生日が3日ぐらいになってます。なんかお盆みたいに。なんかわかんないんです。なんか結構大きいホリデーになったんですけど、わかんないんです。なんか20で終わったら逆にすごい言われる感じ。20なのにね、誕生日が20ですね。でも21までなんか19と21は絶対なんかつけてなんかやる感じ。次の私の誕生日も待ててます。待ててます。まあ今回のゆかの誕生日すみちゃんイベント楽しんでください。はい、ありがとうございます。バイバイ。はい、じゃあ、はい、荷物をやりましょう。え、どこ行くの？わかんないよ、とりあえず荷物な。今日から？え、今日からだ。今から行くよ。今から行くよ。嘘だよ、それは。じゃあ、なんか俺も汚いね、なんか床がめっちゃいいやつ。でもね、私はね、カビめっちゃ入ってきて、なんかなんでカビ入ってる？カエルか、カジノ、なんか男たちら頑張ってください。え、なんで？なんで？いや、とりあえずまあ一応明日早めにちょっと出発ですから、一応今日荷物をやります。どんな感じの荷物を用意したらいいんですか？だから今から言うから、床基本のパッキング、パッキングして、すごい、やって、でゆかちゃんのパッキングと私のパッキングを、うん、こうやってね、何入ってるか、アワルラゲージとか、あ、そういうのを見てくれた。すごい、うちらのパッキング動画になりました、まさかの。飛ぶんだって、そういう意味かな、飛ぶの。じゃあ、はい、一応行きます。2泊3泊です。2泊3泊、どっち？2泊、2泊3日そうです、2泊3日ですから、そのようのチェジュで。じゃあ早く。何の、どうしたらいいの？トラ服、一応2泊3日ぐらいのなんかサマーですか？そこは、そこはサマー。あ、サマーです。シオンボ？何やったっけ？シオンボ。わかった。なんで？なんだろう、行ってみたらわかるぜ。シオンボ、チンギシゴ。じゃあ、シオンボ、あの結構乳首だけか、なんかあるやつ、乳首だけなんか、それにしようかな。でもあれポロリしない？大丈夫？ポロリ、ポロリ、わかんない。じゃん、のバコブブの、のシオンボブカジコかげすみだ、持っていこうと思います。あと、それそれ、じゃあ私はドキドキ、私のパンティと靴下です。まずこれが下着、2泊3日分の下着です。とパジャマ、この赤いシリーズにしようかな。で T シャツと寝る時用のこのね、普通のパンツ、歯ブラシね、歯ブラシセットにこれを着ていこうと思います。明日ね、これはバコボブの新作です。まだ決まってないかな。次の日はその上にこれを着てもいいし、ちょっと寒めだったらバコボブのこの服着てもいいかなって思ってます。で、めちゃめちゃ寒、あ、めちゃめちゃ暑かったらこれを着ようかなと思います。これ多分アメリカンバレルのやつかな、すごい前に買ったやつ感じです。
ではじゃあスーツケースの中に入れていきます。スタッパ何着てくるの？あ、お前スーツケースこいつじゃないの。ん？スタッパに딱이렇게해서아진짜이렇게갑자기정리하는걸빠른식으로하면은すごいの아나왔다마다마다났네이거들예맨날싫어나갔다요네그거니싸워서얘는다이브기다라나다이브기다라캔슬캔슬그래나그래그래100均のあのこうやってこうやってやるとコリが取れるってやつね。これ結構大事。これ持っていくね。これこのキャンスジョン・マローンのウッド・セージ&シー・ソルト。私は終わりました。本当？はい、一応私の先に行きます。ですね、一応まあ全部ほぼ床のもので、床いつもこの化粧落とし忘れるんですから、私がもうシュレックのあのこれ持っています。それ何？部屋ですね。新しい？うん、すごい。じゃあまあ一応これは化粧水でデリでも今ここを見たら、うん、これゆかちゃんの小髄、ゆかちゃんの腰のため、ゆかちゃんの歯ブラシを私のも入れた。うん、でこれはコットン。はい、私口臭いからこういうのあと化粧乳液、うんうん、化粧水なんか、あと最近うちらが使ってるティーテリーオイル。そう、これ大事。ニキビとか夏皮脂にすごいんです。皮脂な、皮脂な、あと洗顔とか、あと歯ブラシ、うん、歯磨き粉、歯磨き粉、あの髪の毛のオイルと、うん、ゆかちゃんの肌のなんか、これあのセラムで、これもくだるかなのやつ、あのチニにねおすすめしてもらって買いました。あとこれはそのさっきのセラム買ったらついてきた日焼け止め、これね、日焼け止め。あとは床のケップも入れました。髪の毛のケップ。おー最高。あとこれはあのなんか水遊び、水遊び時桁入れるやつ、うんうんうん、となんかいろんなこれ全部入るんです、入れるんです。私のパンツと靴下と、うん、まあ服とか帽子は、これはあの帽子いなかったら入れないとこがあって、まあ、はい、これが私のです。はい、いきまーす。これもゆかが誕生日にプレゼントした。誕生日じゃなかった待っててくれたから普通にね、この間選んで買ったやつ。そうだね。あと色の置いてみます。はい、シャンプー、シャンプーもね追加しました。今意外に入れてぐちゃぐちゃ。透明の方がこう何があるか見れるからいいよね。それでは、それではゆかちゃんの行きますよ。まず、はい、この下着ね、これ私の下着セットが入ってます。水着1、これね、水着1を入ってんのかないように本当だね。水着1個入れて、水着2、これこれね、水着2。なんかパジャマ寝るときに着るのはます。で、あとこのバコブブの服は次の日の着替えね。でこの赤い最近私がインスタでよく着てる服もまあ着替えの候補です。でもしすごい暑かった時のためになし、うん、タンクトップも持っていこうと思います。あとは撮影に使う、まあ、この三脚、三脚とあとこのセルカ棒も持ってきます。こんな感じね。なんか簡単ですね私なんかいろいろ入ってるんだけど、そうそう、そんな感じです。はい、はい、しまい、しまい。はい、皆さん、これからゆかの誕生日イベント楽しみ、楽しみじゃなくて楽しんで見ててください楽しんで見ててください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました、誕生日 Vlog きっとまだまだ続くと思うので、次回も楽しみにしていてください。それではインスタグラムとツイッターのフォローとか、すんちゃんのインスタグラム、そして私たちのバコブブのサイト、はい、
もよろしくお願いします。次の動画で会いましょう。バイバーイ。